ジョン・フランコはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の元プロ野球選手。かつてドジャースが本拠地を置いたブルックリンの出身でセント・ジョーンズ大学を卒業後、1981年の MLB ドラフト5巡目でロサンゼルス・ドジャースに指名され契約する。1983年5月9日にシンシナティレッツに移籍。1984年4月24日に メジャー初登板を果たす。同年は主にセットアッパーとして54試合に登板。1985年には67試合で12セーブ。1986年にはクローザーとして起用され、29セーブを挙げる。秋には日米野球で来日し、NHK のスポーツ番組に出演した際には、決め球のスクリューボールの握りと投げ方を解説していた。 1988年には39セーブを挙げ、最多セーブのタイトルを獲得。この間、チームは1985年から1988年まで4年連続2位だったが、その好成績に大きく貢献した。1989年オフに、ドン・ブラウンと共に、ランディ・マイヤーズ、キップ・クロスとの交換トレードで、生まれ故郷のニューヨーク・メッツに移籍。 1990年には33セーブを挙げて2度目の最多セーブを獲得。その後も安定した活躍を続ける。1999年に抑えをアーマンドベニテスト配置転換され、セットアッパーとなる。2000年にはヤンキースとのワールドシリーズにも登板。2001年にはメッツのチームキャプテンに任命される。2002年は故障のため全休した。2003年に43歳で復帰し、 同年は38試合に登板して0勝3敗も、防御率は2.62位で、2年ぶりにセーブも上げた。2004年限りでメッツとの契約を解除された。2005年には、ヒューストンアストロズと契約する。その時点で、現役最高齢投手となる、7月2日に解雇された。2014年4月23日初記録、編集メジャー通算424セーブは、 2007年終了時点で、メジャーリーグ歴代4位である。通算登板1119は、ジェシー・オロスコ、マイクス・スタントンに次いで、第3位だが、フランコは先発登板がなく、1試合も先発登板のない投手に限れば、歴代1位である。交代完了774はメジャー歴代2位。キャリアが一貫してなリーグであったため、通算1119試合登板はなリーグ記録である。 メッツで記録した登板695、西部276、交代完了484はいずれもメッツのチーム歴代記録、ありがとうございます。